明治丸は日本の船舶。東大巡視船として日本政府がイギリスに発注し、天皇の乗るおし船や練習船としても使用された。国の重要文化財に指定されている。明治諸島、洋式東大の建設に伴って、その測量やメンテナンスのために、東大巡視船が日本にも登場した。東大の増加により新鋭船が必要となったため、 日本政府は、イギリスのグラスゴーにある、ネピア造船所に元船を発注した。本船は1874年9月26日に浸水し、同年11月24日に竣工している。明治丸と命名された元船は、翌1875年2月20日に、横浜港に到着し、東大巡視船の任に着いた。明治丸は、 当時の日本国内における最優秀戦であったため、通常の東大見回り業務の他にも様々な活動を行い、日本の近現代史に業績を残している。日本に開港された1876年には、イギリスとの間で、小笠原諸島の領有問題が生じたため、11月21日、日本政府調査団を乗せて、横浜港を出港し、24日に、 父島に入港した。新英船で船足が早く、22日に同じく横浜を出港した英国軍艦、カーリューより2日早く着き、調査を進められたため、日本の小笠原諸島領有の基礎を固めることができたとされている。また、お飯船としても用いられており、特に1876年には明治天皇の北海道、 東北地方への巡航に供され、7月20日に横浜に無事帰港したことを記念して1941年に、この日が海の記念日に制定された。1875年3月5日の軍艦、キオテルの浸水式の際にも、明治天皇は乗船している。また1879年の琉球処分の際には、正体を乗せて東京まで航海し、 1887年には、横尾盗作、東京府知事高崎56らによる、伊レ列島への探検公開に用いられるなどした。1910年代、台風で岸に打ち寄せられた明治丸その後、海軍省から譲渡された、新発電丸が公認につくと、明治丸は1897年9月に、商船学校に対応された。さらに、 同年11月には同行に移管され、渓流練習船として、相反訓練などに用いられた。1901年12月25日に、現在の東京海洋大学、越中島キャンパスに移動し、1911年と1917年には、台風や高潮で、バウスプリットが折れるなどの被害を受けつつ、1923年の、 関東大震災や1945年の東京大空襲の際には数千人の理災者を収容している。1945年9月には学校と共に新中アメリカ軍に接収され、主保になっていた。その後1951年に軽戦地で座礁したのを景気に接収が解除され、1952年には扶養させて上官班などの修理が行われたが、 1954年に老朽化のため練習船の任務を解除された。その後も1975年頃までは、傑作実習などに船内が使われ、1978年5月31日には、船として初めて国の重要文化財に指定されている。1988年1月29日に、 保存修理工事を終え、1989年5月16日から2009年1月まで一般に公開されていた。1988年の修理後、経年劣化により再度大規模修復が必要となり、大学と文化庁との間で協議が行われ、明治丸修復計画が策定されている。この修復計画をもとに、周辺の環境整備や介助技術資料の収集、 次世代の開示産業を担う青少年への開示、意識啓発活動を行う、明治丸開示ミュージアム事業が進行中である。東京海洋大学では2009年度から修復事業等の費用に充てるため、明治丸開示ミュージアム事業募金を設置し、募金を呼びかけていた。2013年12月より、本学と文化庁により、 大規模修復工事が行われていたが2015年3月に竣工した。7月19日に明治丸修復観光記念式典を挙行し、翌20日には船内を含む特別公開を実施した。明治丸当初は外輪船とする計画だったが、スクリュープロペラ船として建造された。搬送は日本マストのトップするスクーナーであったが、1898年に、 品川にある、小脇造船所で三本マストの湿布に改造された。さらに1937年には、水ンマストの腐敗からバークになったが、1983年からの修復工事で、再び湿布型に戻された。また、船首と船尾には、アカンサスの文様が描かれている。甲板は二層構造で、主甲板は、 当初細かく区切られて客室が配置されていた。後に、明治天皇のための御座所として、皇室、寝室、浴室の3部屋が、右玄広報に設けられた。御座所内の遺体は、戦後の接収の際にペンキを塗られたが、後に復元されている。また、主観判の最後部にはサロンがあり、マホガニーのテーブルが展示されている。なお、 1892年の修理で、従来の操舵室が改図室となり、上管板に操舵室が設けられた。下管板には、石炭庫とレシプロ機関2機が設置されていたが、1927年に、取り外され、技業練習場が設けられた。1878年11月18日に、グラス号で試運転が行われ、排水トン数1235トンで、 速力12.66ノット、指示馬力1450馬力を記録している。なお、速力や船のサイズなどについては、複数の記録で数値の食い違いが見られる。キャプテンミスター、アルベルト・リチャード・ブラウンプリンテッド・イン・ザ・ブック・ザ・ライフ・アンド・タイムズ・オブ・ザ・イラストリアス・キャプテン・ブラウン、リトゥン・バイ・ミスター、ルイス・ブッシュ、ディス・ワズ・リトゥン・バイ・生後日詞だ。 フーワークドイン AR ブラウンシーオーリミテッド。ありがとうございます。